ヤークート・ムスター・スイミーの筆による諸作品、ヤークート・ムスター・スイミーは中世イスラーム世界を代表する三筆の一人に、その名が挙げられる、脳筆家。13世紀前半に生まれ、西暦1298年に亡くなった。生涯のほとんどをバグダードで過ごし、1258年に起きたモンゴル軍のバグダード入場を経験した。ムスター・スイミーのシュフラは彼が、 アッパース朝最後のカリフ、ムスタースイムビッラーヒの近所であったことに由来する。ヤークートムスタースイミーの筆によるクルアーン。ヒジュラ歴681年、千二1282年、バグダードムスタースイミーの名前は、より詳しくは、ジャマールティーン、アブルマジュドヤークートブンアブドゥラルーミー、ムスタースイミータワーシーバグダーディという。デフホダー百科事典は、 キブラトルクターブとも呼んでいる。ヤークットという名前の文字通りの意味は、ルビーやサファイアなどの宝石であり、中世イスラーム世界においては、奴隷の名前に、宝石の名前が好んで用いられたため、ヤークットムスタースイミーの身分は、奴隷内し解放奴隷であったと推定される。さらに言えば、父親の名前が、アブドゥラルーミーとされているため、父親はビザンツ帝国領内に住む。 イ教徒であったことが推測される。イスラーム百科事典によると、一説では、ヤーグートの父親は現在は、トルコ共和国領アマスイヤのギリシャ系の人物であり、ヤーグートはごく幼い頃に、バグダードに連れて来られ、観岸の近所として、アッパース町最後のカリフ、ムスタースイムビッラーヒの宮廷に仕えたとされる。ムスタースイミーというシュフラはこれに由来する。ムスタースイミー。 生涯のほとんどをバグダードで過ごし、宮廷では初期としてカリフに仕えた。ムスタースイミーはアラビア文字によるカリグラフィーをイブン・バウアーブの弟子筋にあたるシュフ・ダビント・アフマド・ディーヌ・ワリーに学んだとされるが、この女性は1178年に90歳を過ぎた年齢で世を去っているため直接は教わってはいない。ムスタースイミーは ビブンバウアーブの筆跡を完璧に真似ることができたと言われている。ある時、ムスタースイミーは自分の作品をビブンバウアーブの神筆としてカリフ・ムスタースイムの午前に差し出し、全く気づかれなかったというハバルが残されている。ヤークーとムスタースイミーは1258年に起きたフレグ率いるモンゴル軍のバグダード包囲もその生涯の半ばで経験している。 その際に彼は、どうしても完成させたかった、制作途中の写本を持って、モスクのミナレットに避難し、モンゴル軍により、違いが荒らされていく様を眼下に見ながら、作品を完成させた。ヤークート・ムスター・スイミーの書家としての名声は、イルハン朝の支配下に入った後のバグダードにおいて、確立された。トロント・アーガー・ハーン美術館像、ピュタゴラスの教え。 ヤークーとムスタースイミー筆、マフムードブン・アビー・マフハス・イン・カーシーが、ムスタースイミーは、イブン・ムクラとイブン・バウ・アラブから受け継いだ、アラビア書道の基本力書体を、さらに宣伝させた。とりわけ、スルス体を優雅に美しく発展させることに成功し、その書体は、ヤークーティーと呼ばれている。技法面では、軸を斜めに削った足ペンの筆致を強調することにより、 優美さの表現に、新しい地平を開いた。また、ムスタースイミーは、クルアーム写本を364セット制作した。17世紀オスマン町の旅行家エブリア・チェレビーは、若い頃に、自分の学術の詩、エブリア・エフェンディに、ヤークーとムスタースイミーの神筆による、クルアーム写本を渡されて、カリグラフィーの修行をした思い出を旅行記聖派との雨に綴っている。 ありがとうございます。